オラオフィスオブバラです。今日はアースラの解放方法についてやっていこうと思います。まずはね、海のね、大きいトゲトゲ、海のエリアをね、解放するとアースラに会いに行けるようになります。アリエルのラスボスみたいな人ですね。はい、早速中に入っていきましょう。我らがマザーアースラ、もうすごい可愛い。はい、彼女に会ったらですね、クリスタルを渡されて、まあ自分を外に出してくれ的なニュアンスの呪いを解いてくれみたいな感じのことを言われます。はい、そのクリスタルを持ってね、外に出るんだけど、外に出る前に必ずこの宝箱を開けていきましょう。そこにはね、トマトの種があります。後々必要になるのと、あと人参の種とトウモロコシの種、それから他の宝も必要になってきます。はい、でトウモロコシの種はね、海にあるトゲトゲをこう回収する、除去すると出てきます。はい、ではね、この機械にクリスタルをはめて、早速神殿の中に入っていきましょう。はい、素晴らしい。ここでは4つの、難問っていうか問題が出されます。素晴らしい、素敵だわ、本当に綺麗。はい、こんな感じですね。はい、第一関門はこちらです。ジェム、宝、宝石をそれぞれ置いてけみたいな感じで、これはポケットにさえ入ってれば簡単なことで、もうどれが必要なのか示してくれます。これはガーネットで、こっちの見たらペリドット。はい、で最後のジェムがアクアマリンを入れていきます。はい、素晴らしい。そうするとね、勝手にドアが開くので、下の階に降りていきましょう。次の階は野菜を育てる、はい、階になります。これはですね、先ほど手に入れたやつと言ったやつを埋めていくんだけど、問題のあれが土の中に、埋められた橙色と頭が垂れる黄金と丸いやつ、丸赤いやつみたいな、それが人参、トウモロコシ、トマトになります。これらをね、埋めて水あげて、で育つまで待って収穫し、育ったらもうドアが開くんだけど、これは必ず収穫していきましょう。次の下の階でね、必要になります。次の下の階は料理するところです。はい、先ほど収穫したやつらを、育てたやつらを収穫して調理して食えということです。はい、食っていきましょう。その前に、はい、一応なんだけど、その宝箱に、そこにある宝箱にレシピ本が入ってますので、読みたかったら読んでください。でそこにある、キッチンを使って調理を作って、最後に食べればドアが開きます。腹を満たせっていうのはね、食べろってことなので。はい、素晴らしいわ、できたできた。最後の問題になります。はい、これはね、すごい簡単なんだけど、はい、オーブをね、捕まえろってことなんだけど、釣り上げるだけでいいです。横の泉に埋もれてます。はい、だらん、溺れてるだ。はい、素晴らしい。オーブを持って外のね、力の柱だったかな、はい、力の柱にオーブをはめ込むだけで、あとは簡単。はい、浄化されていきます。必然とね、浄化された海のエリアはね、アスラーが解放されるっていうことになるんですよ。で解放した後に必ずアスラーに会いに行きましょう。ママ待ってて。はい、あなたにね、とてもね、有益な、今後に役立つであろう情報を言ってくれます。はい、しっかり読んでいこうね。なんかお話のあらすじに関係ありそうなこと言うんで。はい、では皆さん、ご視聴ありがとうございましたね。このね、アスラをね、解放した後、すごい楽しいことが起きるの。アスラとお友達になります。はい、みんなもね、ぜひね、やってみてください。ババラがね、自分が苦労したところ、ちょっと、手こずったことを、ところを動画に上げていこうと思います。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。またの機会あったらよろしくお願いします。シャーベイシュ。バイバイ。